はい、どうも太田です。草刈り終わりました。草刈り動画はもういいかなと思って、撮ってないんですけど、帰った時は150センチ草が、高さね、草のすごかったです。とにかく伸びまくってて、草を刈るのがめちゃくちゃ楽しかったです。ここ全部生い茂ってました。で、今これ聞こえてるか分かりませんが、カエルの大合唱。これマイク拾ってるかな。周りが田んぼなので、この時期はカエルの鳴き声で夜たまに眠れない時もあるんですけど、特に、日が沈んでからか、すごいですね。あ、スズメバチいる。ちょっと近づいたらまずいけど、この梅の木に来ちゃうんだよね。映ってるかな、大きいスズメバチ。これちょっと怖、危ない、近づくのはやめよう。今回の動画は砂利です。去年の夏から家の周りに砂利をまいてるんですけど、ああもうこの辺ちょっと下のシートが見えてきてるな。まあこういった感じの砂利をまいて、きれいに草が生えないようにしてるんです。で、まあちょっとね、この同じ砂利が売り切れててなかなか手に入らなくて、で次にちょっと実験でいろいろ買ってみようかなと思って、買ってみたのがこちらです。これが瓦のチップ、瓦を砕いたものなんですけど、まあいいかなと思って、安かったのかな。ちょっと弟に買ってきてもらったんですけど、安くていいかなと思ったんですけど、欠点が一つ。ここは結構人の出入りが激しいところで踏まれるんです。なので、わかるかな、結構ね粉々に砕かれていって、粉、本当に粉の状態までいってしまいます。で、これがもう本当にそのままずっと踏まれていくと、こうどん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 細かくなって土の状態になってしまうと何の意味もないので、瓦はちょっと人がねあんまり激しく出入りするところはやめようかなとちょっと思って、次に買ってきたのがこれ、ただの砂利に見えるんですけど、これは土のうなんです。25キロの砂利タイプのやつを買ってきました。これはね、さらに安かったのかな、10袋で3000ちょっとだったような気がします。まあ運ぶのがめちゃくちゃ大変で、袋に入ったこの状態、中で動く、そしてね、バランスが取りづらいこの袋の状態での25キロってまあきつかった。それを10回繰り返すっていうのが本当にね、苦痛、地獄でした。本当に本当に地獄でした。なので男性がやる仕事だなとこれは本当に思いました。で、ここは、実験的に、この10袋です。今10袋でこんな感じ。ここは弟が車を止めたりするんですけど、で、あえてこう止めてもらって、どれぐらいこうなんていうのかな、砂利がばらけたりとか、そのタイヤのその輪立ち、タイヤの跡がつくのかとか見てみたいので、1ヶ月ちょっとこれでここに止めてもらおうかなと思います。で、下にはシート敷いてます。本来車の下に敷くような丈夫なシートではなくて、この玄関周りに敷いてるこの普通のシートです。人が歩いて OK なシート。それがどこまで、耐えられるのか、それから砂利の動き、
砂利がどこまでどういう動きをしていくのかを見てみようと思います。なのでもう少し太田の砂利探しの旅は続きます。この夏もちょっとね、いろんな砂利もしかしたら買って試してみるかもしれません。ではまた次の動画で、さようなら。